古民家の風情がありながらも洗練された空間です。ここにはね、焼き菓子がずらりと並んでいて、そしてショーケースにはもう美しいケーキが、もうね、まるで芸術品のようです。いや、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。今日は、はい、特別感が味わえる洋菓子店があると聞いてやってきたんですけれども、その特別感はこの素敵な空間であったり、特別美味しいケーキっていうことですか？もあるんですけど、実は奥の蔵の方で1日1組限定 の、 貸し切りでイートインスペースというのを、はい、させていただいてます。1日1組限定、はい、しかも蔵ですか？隣の。そうなんです。蔵があるんですか？はい、ちょっといろんな情報が渋滞しているんですけれども、ここのケーキを向こうのその蔵で食べられるということですか？はい、こちらのショーケースの中から一つ選んでいただいて、そちらをデザートプレートで盛り付けて、ドリンク付きで奥の蔵でお召し上がりいただけます。それは特別感ありますね。ちょっと蔵の方も気になるんですけれども、でここから一つ選べるんですか？どれでもいいんですか？はい、早速好きなケーキを選んでいきます。ロージャンボールは倉敷市児島に昨年6月オープンしました。大正8年に建てられた民家を改修した店内には、このように当時の名残も。店のデザインは佳代子さんの夫でデザイナーの弘樹さんが手掛けました。地域の人に長く愛されるお店にしたいと、日々美味しいケーキを作っています。わー、迷うなー。おすすめは何ですか？そうですね、一緒に一緒に悩んでくれてるお客さんがケーキを決めるときに一緒になって悩むことが多いという優しい佳代子さん、おすすめは？なかなか決まりません。私が選んだケーキは後ほど。ここ中庭になってるんですね。わあ、ここからの景色すごく素敵。いい雰囲気ですね。本当に綺麗なんですよ。蔵も立派ですよね。この中庭を通ってこちらの蔵に、わあ、超おしゃれ、歴史を感じる。でもそれだけじゃなくて、この絵であったり、の花であったり、いやー、なんか現代的な感じもしますね。この空間を独り占めできる、これは特別感ありますよ。確かに贅沢。こちらから失礼します、はい、こちらがデザートプレートになります。ありがとうございます。ちょっと夢のようなプレートですねありがとうございます。おしゃれですよね。美味しそう。これが私がさっき選んだショートケーキ。そして、はい、こちらのショートケーキの、はい、こちらの右側からくるみとチョコのムースで、その右側が瀬戸内産レモンを使ったチーズテリーヌで、今最後ね、焼き菓子のフロランタンになっております。幸せですね。これはこの空間でいただけるって。ありがとうございます。ショートケーキからいただきます。ちょっといちごのね、ショートケーキいただきます。はい、もうね、このホールケーキをね、そのままこう小さくしたような生クリームたっぷり、美味しそう。生クリームのこの甘さとイチゴの爽やかな酸味、合いますね。ありがとうございます。パッとしたショートケーキっていうのではなくて、ちょっとすごい手間暇はかかるんですけど、一台一台パティシエが組み立ててるっていう、そのショートケーキなんですけど、クリームとやっぱ生地とイチゴのバランスがちょうどよく味わえるように考えて作ってます。
当店の一番人気商品です。そりゃ人気ですわこれ。選んだセットのドリンクは昔ながらの味わいが楽しめるオリジナルソーダです。あーわー爽やか。いや夏らしいですねこれも。そうですよね。味より先にすごくいい香りが鼻を吸って抜けましたね。そうですよね。セットのドリンクはこちらの5種類から選べますよ。ローシャンボールのケーキのこだわりとは。旬のフルーツというのはやっぱ美味しい産地があるのでそこを調べて足を運んで直接お会いしてお話を聞いてっていう風に選ばせてもらったりして使わせてもらってます。1日1組限定でイートインをさせてもらってるんですけどやっぱ枠がすぐ埋まってしまうっていうのもあって6月は金土限定にはなるんですけど1日2組に枠を増やしてそれでより多くの方に利用していただけたらなと思っています。ロージャンボールの問い合わせはご覧の通りです。6月の貸し切りイートインの予約なんですが明日26日の午後9時からスタートです。詳しくはお店のインスタグラムをご覧ください。